こんにちは。今日は編み上がった靴下の仕上げ方をご紹介します。よかったら最後までお付き合いください。まず縮縦をしていきます。水を張ったボウルの中に靴下を入れて、毛糸の中まで水を染み込ませます。20分ほど放置した後、取り出して水気を切ります。タオルの上に靴下を置き、くるくるとタオルを巻いて水気を切っていきます。少し上からグッと押してあげると水気がよく切れます。次にソックブロッカーを作ります。タイソーさんでこちらの針金のハンガーを買ってきました。ハンガーの先端部分を下に引っ張って緩やかな V の字にします。この部分がつま先になります。次に両側どちらかを内側に曲げます。口に当たる部分を微調整しながら曲げていきます。つま先の緩やかなカーブを作っていきます。完成したので、先ほど水気を切った靴下を履かせていきます。今回は大人用のハンガーを使いましたが、子供用の靴下の場合は子供用のハンガーで作るといいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。